プロンプチューライアイコンナム・インシグニラムより、アルレギナ・テルトゥーラは一世紀ローマ帝国の女性。後に、ローマ皇帝となるティトゥスの最初の妻。聖火の家系は、はっきりしていないが、エクイテスに属していた。父親のマルクス・アレキヌス・クレメンスは、カリグラテイチ制の38年に栄光ある、プライフェクトゥス・プライトリを務めている。母親はおそらく、ユリアという名前であった。 兄弟には、父と同盟のマルクス・アルレキヌス・クレメンスがいた。彼もまた、ウェスパシアヌス・ミカド知性の70年に、プライフェクトス・プライトリを務めている。彼女のコグノーメンの、テルトゥラは、ラテン語で、三女を意味する、テルティアというコグノーメンの女性につけられるあだ名である。同じく、テルトゥラと呼ばれたローマ女性に、共和制時代のマルクス・ユニウス・ブルトゥスの、範囲妹である。 ユリアテルティアがいる。ウェスパシアヌスの父兄の祖母も、テルトゥーラという名前であり、テルトゥーラは、ウェスパシアヌスの父方の親戚である、可能性がある。テルトゥーラの生涯と彼女の家族についてはあまり、知られていない。62年に、ウェスパシアヌスの長男で後に皇帝となるティトゥスと、結婚する。この結婚はおそらく、 ティトゥスの政治的軍事的キャリアを促進するために、もしくはウェスパシアヌスのプロコンする資格のための負債を軽減するために、父親たちによって取り決められた。不幸にも結婚間もなく、テルトゥラが死に、この結婚は続かなかった。ティトゥスは63年にマルキア・フルニラと再婚している。一般に、ティトゥスとテルトゥラの間には子供はおらず、 ティトゥス唯一の子供であるユリア・フラウヤの母親は、フルニッラであると考えられている。しかし、テルトゥラの母の名がユリアであったことから、ユリア・フラウヤの母親を、テルトゥラとする説もある。ブライアン・ジョーンズロバート・ミルインズ、ストニュース、ザ・フラビアン・エンペラーズ、エイヒストリカル・コメンタリー、ロンドン、ブリストル・クラシカル・プレス、ピアニッシモ、96。 167ISBN1853996130 ありがとうございます。